んでいった13番ウィンカーネリアン、内を通っているのは2番のマットクール、あとは追い込み勢、内から3番ナムラクレア、その外を通って守りは現在4番でグループ、さらには6番のルーガルも続いているが、内から2番のマットクール、マットクール、ナムラクレア、10番のピタソビナ3番手、2番のマットクール、ナムラクレア、マットクール、ナムラクレア、マットクールか、ナムラクレアか、2頭並んだゴールイン、10番ビクターザウィナー。さあ外へ切り替えて4コーナーカーブから最後の直線に入った、先頭3番ビューティーエターナル、イワシンのリード、2番手は10番レッドライオンに、内からは2番ボイジバブル、外から1番ゴールデンシクスティ、さあホーが追い出している、2番手に上がっていった、さあ伸びはどうか、先頭3番ビューティーエターナル、イワシンのリードをキープ、ゴールデンシクスティ伸びはどうか、苦しくなった、現在3番手から4番手に交代、2番手に上がったのは10番のレッドライオン、先頭はビューティーエターナル、ゴールイン、2着はわずかに10番レッドライオン。のトゥードジボンリード体半分、13番セッション2番手、さらに1馬身、17番エイアンが3番手で第4コーナーから直線大外を回って、14番のソウルラッシュも進出している。さあ直線の攻防は粘っている1番のトゥードジボンリードを1馬身ですが、13番のセッション、さらに離れた外からは一気に14番のソウルラッシュ、ソウルラッシュが先頭に変わって、そのうちは9番の日本ピロキーフ、さらにそのうちから3番のセリフォスが襲いかかってくるが、完全に抜けた14番のソウルラッシュ、リードを1馬身半、2馬身広げてゴールイン。マテンロースカイ、4番ジオグリフ、前3頭広がった、その後ろに9番エルトンバローズ、大外を通って3番ソウルオリエンス、現在4番手、3番手に上がれるかどうか、先頭8番のマテンロースカイ、マテンロースカイゴールに向かいました。やや内を開けてドン・フランキー先頭1馬身のリード、追って14番ウィルソン・テソーラ、空いた内1番のイグライターが突っ込んでいく、外から9番のペプシトナイル、横に広がっていますが粘るドン・フランキーをウィルソン・テソーラ、ペプシトナイル、そしてイグライターが捕まえに行く、間から9番ペプシトナイル、先頭に変わった体半分1馬身リードを取るタガノビューティがもう2番手争いに追ってきて、7番のガイアフォースト、8番の石油、内ではドン・フランキー、イグライター粘っていますが、先頭は9番のペプチトナイル、追ってタガノビューティー、石油、さらにはガイアフォース、先頭は9番のペプチトナイルだ、ゴールイン。ところ残り800を通過しました。スタニングローズが先頭、そして2番手の位置ですが、ずっとキラーアビリティがつけておりますが、ではさあ11番のさあゲラジオペラがつけております。3番手の位置、内2番のローシャンパークは追走です。さあ各馬が 3,4 コーナーの中間地点、そしてその前の3頭を見るような形で、さあタスティエーラが現在4番手、第4コーナーカーブ、まもなく直線コースへと向かってまいります。スタニングローズが先頭、スタニングローズ先頭、ベラジオペラが2番手ですが、今度は外に持ち出したローシャムパーク、ローシャムパークが一気に今度は先頭に立っていくか、ローシャムパーク、そしてベラジオペラ、この2頭が内外離れての攻防だ。ベラジオペラ、ローシャムパーク、内から13番のルージュエヴァユーが接近、ルージュエヴァユーが接近、ローシャムパーク、ベラジオペラ、そしてルージュエヴァユー、3頭もつれてゴール。名勝地帯2馬身のリード、2番手は15番ウィンマーベルに、11番スーハローム、大外を通って4番レッドモンレイブ、最高峰待機から追い込んで前を飲み込むかどうか、15番ウィンマーベル、4番レッドモンレイブ、4番レッドモンレイブ、15番ウィンマーベル、3番手は広がったレッドモンレイブ、ウィンマーベル、最後は2頭並んだ。15番のドゥアイズが馬群の外から追い込んでくる。400を通過、さあ先頭はコンクシェルを捉えて2番のフィアスプライドが立ちました。外からは8番の9番テンハッピーローズが突っ込んでくる。さらにワースの後ろからは5番のウンブライル、200を通過して先頭は9番のテンハッピーローズ、内から2番のフィアスプライド2番手ですが、オースト11番ルージュルナー、11からマスクトディは2番手争い接戦、ドゥアイズも9番テンハッピーローズゴールイン。なんとなんと9番点が坂を上がる。10番のエイアン先頭ですが、外から2番のパラレルビジョンが並んで捉えてゴールイン。10番エイアン2着。Romantic Warriors against the inside. McDonald's just pushing him along at the moment. And then came Voyage Bubble and Nimble Nimbus. Leader of Sword Point. Voyage Bubble, Romantic Warrior. He comes through in the center. It's McDonald and Purton. Romantic Warrior and Voyage Bubble. It's Romantic Warrior. A neck in front. Voyage Bubble sticks to him. Still Romantic Warrior. A neck Voyage Bubble. The champ finds, lifts, wins. Romantic Warrior beat Voyage.